はい、おはようございます。ドヤ顔ジャペンの AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンこと先にぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もね、リュウさんですね、昨日のやつなんですけども、キンキン族探知機レベル105、これに対してね、すごいっすね、ひねってますねっつって、これはねドヤ顔で自己紹介しようと思いますってコメントしたら、そこに対してですね、ドヤ顔ジャペンがたまらんですってコメントもらって、これもね使えるなと思ってね、今日やってきました。いや、ほんとリュウさん毎日ありがとうございます。からのコメント紹介ですね、下川洋平さんからで、大道の名探偵コナーのサイダーよろしくお願いしますってリクエストもらってます。今日はねこれをやっていこうと思います。さあ買ってきました、こちらですね、コナンくんの絵が描いてますね。なんか虹色でね、ものすごいカラフルで、なんかテンション上がりますけども、横見ましたら栄養成分、カロリーが 100ml あたり 45kcal って入ってますね。まあ大体こんなもんですかね。これもね飲んだことないんですが、今日はねこいつをぶっ決めていこうと思います。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに、ね、凍ってますね。ほんとテンション上がりますね。冷た、最高、かっこいい。さあ飲んでいきましょう。これね、飲む前にちょっとこんなこと言っちゃなんなんですけど、実はですね、このソーダとかサイダーってね、あんまり違いがあるように思わないんですよね。これ会社名とか、まあ、パッケージ、缶のデザインとか違うだけで、中身はね同じなんじゃないかなと思っちゃうんですよ。もうね、匂いからなんか匂ったことある感じなんですよね。匂ってみます。うまそう。やばよ、だれが出そうだなこれ。さあじゃあ初めてですね、飲んでみたいと思います。名探偵コナンサイダーですね。いただきます。乾杯。うわあ、一瞬だけ、全然大丈夫。あぶね。あー、うまっ、うまっ。あー、はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。ちょっと一瞬危なかったですね。炭酸と冷たさの刺激が結構きましたね、一瞬で。やっぱりね、こうついてる時に言った通りなんですよ、なんかね、初めて飲んだ感じの味じゃないんですよね。めっちゃうまいし、うまかったんですけど、どうもやっぱね、このサイダーとかこっち系はですね、こう中身が変わってもですね、なんか違いに気づけない自分がいるんじゃないかと思ってる自分がいます。まあ何はともあれ、でもね、やっぱこのデザインですよね、コナン君好きにはねたまんないと思うんで、もしね飲んでみたくなった、気になった方いらっしゃれば、ぜひね試してみてください。さあ次回予告ですね、明日こいつやっていきましょう。セブンアップですね、こいついきましょう。これは輸入版ですね、日本語のシールがねベタッとこうね貼られてます。うわ、これもねライムとレモンですね、ちょっと順番間違えましたね。スプライトとレンチャンでやるべきでしたね、ちょっと一日間違えましたね。さあこれもですね、もう10年以上飲んでないんですけども、明日こいつぶっ決めていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。めっちゃうまいけど初めて飲んだ感じじゃない。